皆さん、ハレルヤ。元気でしたか？会えて嬉しいです。今日は2023年度の初めての礼拝です。皆さん、明けましておめでとうございますと挨拶しましょうか。せーの、明けましておめでとうございます。それでは元気よく神様を賛美し礼拝を捧げましょう。お祈りはいいですか？じゃあお祈りポーズしてください。じゃあお祈りします。神様、感謝します。このように礼拝をできたことを感謝します。神様、この時間も私たちに命の御言葉を与えてくださる神様を賛美します。心を尽くして、思いを尽くして、神様だけを礼拝し賛美します。聖霊様、今の時間は初めての時間です。最後の時間まで守ってくださり、導いてください。すべてのことを感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは皆さん、立ち上がりましょう。喜び踊ろう、歌を手
皆さん、この時間は御言葉を聞く時間です。ハレルヤで先生を迎えましょう。せーの、ハレルヤ、ハレルヤ。それでは神様のくださる御言葉を一緒に読みたいと思います。今日の御言葉は旧約聖書ダニエル書1章8節の御言葉です。ダニエル書1章8節の御言葉です。それではゆっくり読んでいきましょう。ダニエルは王の食べるごちそうや王の飲むぶどう酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願った。アーメン。明けましておめでとうございます。今日は2023年新年の最初の礼拝です。皆さんもうすぐ1歳年を取っちゃいますね。今日は今年1年に神様がくださった御言葉、今年のためにくださった御言葉を見たいと思うですが、それはダニエル書なんです。皆さん、先ほど読んだそのダニエル書は皆さんもよくもう何度も何度も聞いて内容は知ってると思います。皆さん、この本文の内容はダニエルと3人の友達がバビロンという国に捕虜として連れて行かれたでしょう。そこで王が与えるブドウ酒やごちそうを拒否しました。その代わりに水と野菜だけを10日間食べました。その野菜と水だけを食べただけで顔がツヤツヤとなって血色が良くなって、そしてバビロンの王様に仕えるようになりました。なんと知恵も10倍も、他の人に比べて10倍ものの知恵が与えられたんですね。こういう話を皆さん知ってるでしょ。それでみんなで心の中に多分思うと思います。ダニエルはすごいな、私もダニエルのようになりたいなと思うでしょ。そう思うのは簡単なんだけど、実はダニエルがこの友達とこのようにバビロンの王様に選ばれて仕えるようになったのには、実はね、簡単になったわけではないんだよね。まず神様の御心に従って、この王が与えるブドウ酒とこのごちそうは偽りの神々に捧げたものだから、これを自分が食べてしまうと自分体が汚れてしまう、だからこれを食べてはいけない、それで食べるまいとして心に決心したでしょ。まずダニエルとダニエルの友達は決心しなきゃならない、自分の信仰を守りたいと思うよね。そういう決心しただけじゃなくて実践したんです。実際に自分の体をね、汚れないように信仰を守るためにね、どういうふうにしたかというと、自分たちの教育係の人のところに行って、私はこの王が与えるブドウ酒と肉は、このごちそうは食べません、でもその代わりに水と野菜を10日間食べますから、肉やブドウ酒を食べる少年たちと比べてみてください、もし私たちの方が健康でもし欲求ならば、私たちは王が与えるブドウ酒とごちそうは、食べませんって言ったわけ。教育係はいいよと許してくれたわけ。それで10日間水と野菜だけを食べたんだよね。皆さん、10日間キュウリやパプリカブロッコリーだけを食べて10日間皆さん食べられる？大変だよね。きっとね、栄養がないからめまいが出たり体もね疲れてしまうかもしれない。だって水と野菜だけだよ。そういうことを忍耐したわけ。自分の信仰を守るためにダニエルとダニエルさんの友達はこの忍耐しながら、水と野菜だけ、キュウリやブロッコリーやね、そういうもの、皆さんあまり好きじゃないものを我慢して食べたわけね。そこまで知ったらどっちになってどうなったの？なんと水とその野菜だけ食べたんだけど、王が与えるブドウ酒やごちそうを食べた少年たちに比べても全然健康で、むしろ顔がツヤツヤで、もう他の少年たちよりも素晴らしい、そういう体育や顔になったわけ。それでそのね、教育係がいいよ、じゃああなた方は3年間神様のために水と野菜だけでいいよ、
王様が与えるその空女に捧げた1割の神々に捧げたものを食べなくてもいいよと言ったわけね。なんと素晴らしいこと。心を決めて実践してね、実際に自分の信仰を守るために教育係に行って、私は神様のためにも信仰のためにも王様が与えるものは食べませんと言って、実行して実践して、その通りになって、そこで他の少年たちよりも素晴らしい顔つき体になって王様に選ばれるようになったんだよね。皆さん、これを見ると私たちが2つのことを学ぶことがあります。私たちも信仰を守るために、神様に喜ばれることのためには、まず心を決めること、そして実践すること、行動に移すことが大事だということなんです。皆さんがただね、教会でいつもよく素晴らしいメッセージを聞いてるでしょ。聖書を聞いてて、すごいな、あの人は信仰がすごいな、あのになりたいな、私も天国に行きたいなと思ったけど、何にもやってないじゃない。じゃなくて、私も信仰を守るためにもっと神様に褒められ祝福するために、まず心を決めること。それはね、私はもう聖書を毎日一生し読む、そうに心を決める、そして実際にお父さんやお母さんに、私も聖書を読むことに決めたんだと言って、そして宣言をして、そして実際に聖書を読むことを実践すること、こういうふうにして、自分の信仰を守るために、で神様から祝福するために、このように心を決めて行動に移すことが大事なんです。あるいは聖書の書き写ししたい、神様のために、自分の信仰をもっと良くするために、でそういうふうに決めて、実際にノートを買って聖書の書き写しをする、あるいは、わあ、私はあの友達はあまり好きじゃないんだけど、神様が隣人を愛しなさいとよしちゃってるから、よし、心を決めよう、決めてまず行動に移して、そのあまり好きじゃないその子供たち、友達のために、なんかね、おやつを買ってあげたり、一緒に遊んだり、そういう行動を移すこと、それが皆さんの信仰を守ることであり、そして祝福を受けることなんです。今年2023年新しい年には、神様のために、信仰を守るために、信仰の成長のために、祝福のために、心を決めて実践していく子供になりましょう。それでは一緒に祈りましょう。ダニエルが自分の信仰を守るために、王が与えるブドウ酒やごちそうを食べませんと決めました。そして教育係に行って、私は水と野菜だけ食べますと言って実践して、その結果もっともっと顔が、ね、良くなり、パビルの王様に選ばれたように、私たちも信仰のために、祝福のために、神様のために、これから決めて実践していきますと一緒に祈っていきましょう。神様、ね、子供たちがダニエルを見て信仰を守り、信仰の成長のために、これから心に決めて実践していくことを祈ります。主よ、子供たちの心の中に決めること、聖書を読むこと、祈ること、友達を愛すること、そして伝道すること、何でも子供たちが信仰を守るために、そして信仰の成長のために決めて、それ実行することを聖霊様が助けてください。今年はそれで自分の人生に、信仰に変化が起こる子供になるように導き祝福してください。感謝いたします、感謝いたします。神様、新しい2023年度は子供たちも自分たちの信仰を守る成長のために、何かを決めて実行していくことを心から決めて祈りました。子供たちが祈った通りに導いてください。今年は必ず変えられる子供になるように祝福してください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは献金のためのお祈り、献金のための祈りをします。
今日の御言葉ありがとうございます。献金を捧げます。喜んで受け取ってください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。皆さんの捧げられた献金のためのお祈りをします。神様、今日子どもたちが新年2023年を迎えて、心を込めて信仰を込めて捧げ物を捧げました。子どもたちが祈った通りになるように祝福してください。その夢を、将来を、信仰を祝福してください。感謝し、イエス様の御名によって祝福しお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをもって礼拝を終わりにします。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になる孤独地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。すべての栄光を神様に返しましょう。